イタリア共和国憲法は、イタリア共和国の憲法点である。1947年12月27日に、交付、1948年1月1日に、施行された。第1条1イタリアは、労働に基礎を置く、民主共和国である。西権は国民に存し、憲法の定める形式及び制限の中でこれを、行使する。第2条第3条第4条1共和国は、 すべての市民に労働の権利を認め、この権利を実行を荒らしめる諸条件を推進する。に各市民は、その能力と選択に応じて、社会の物質的、または精神的発展に寄与する活動、または機能を遂行する義務を有する。第5条第6条第7条一国家とカトリック教会は、各々その固有の秩序において、独立であり、最高である。 二両者の関係は、ラテラーの協定によって規律される。第八条第九条第十一条イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争、及び国際紛争を解決する手段としての戦争を、放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に、必要ならば、他の国々と同等の条件の下で、主権の制限に同意する。この目的を持つ、 国際組織を促進し支援する。第12条共和国の国旗は、イタリア三色旗、すなわち緑、白及び赤の、同じ幅の垂直な三つの帯の旗である。第1章市民関係第21条、第27条。第2章倫理、社会関係第3章経済関係第4。 小政治関係第1小議会第55条第70条、第74条第76条第80条第81条、第2章共和国大統領第88条第3、章政府第92条第93条第94条、第95条第96条第4章司法第101条、第102条第103条第104条第5召集、県、 市町村第114条、第115条、第117条、第6章憲法の保障第134条、第139条、ABC にイタリア共和国憲法の特徴、三権資料第5号イタリア共和国憲法概要、3ページ、参議院憲法調査会事務局、平成13年6月九経過規定第13条。ありがとうございます。